部にああるる広場であるヘルシンキ原動院広場とも表記される。アレクサンドル2世像広場の中央部にはアレクサンドル2世の像が建てられている。この像はフィンランドの彫刻家、ウォルター・ルーネベリによってデザインされたものであり、アレクサンドル2世がフィンランドの国会を再建したことを記念して建てられた。広場の北西部にはウルリカ・エレオノーラ教会の記念碑がある。 広場の面積はおよそ6500平方メートルであり、広場には見陰石が敷き詰められている。広場の北側にはヘルシンキ大聖堂があり、西側にはヘルシンキ大学の本館がある。広場の東側にはフィンランド政府宮殿があり、北西には国立図書館がある。この場所には1640年代にはすでに視聴者の他に、 墓地や教会などが存在しており、墓地と教会については、1820年代末期まで存在していた。1640年代に建てられた教会は、火災によって破壊されている。1820年当時の原動院広場1727年には、木造の教会、ウルリカ・エレオノーラ教会が創設された。この教会は1827年に取り壊され、 やがて原動員広場が作られた。広場はカール・ルドビク・エンゲルによって設計された。1894年、アレクサンドル2世の像が完成される。1937年、ウルリカ・エレオノーラ教会の記念碑が設置される。2013年から研究者らによって広場の地下にある墓地の発掘調査が行われている。ありがとうございます。